お元気ですか、ボクシミです。今回は横浜家系豚骨醤油ラーメンのカップラーメンをね食べていきます。それでは早速ね5分、お湯を入れて、お湯を入れてね5分待ちたいと思います。はい、5分経過しました。早速食べていきたいと思います。まずね、お湯を入れる前にねこちらの火薬を入れました。でね、蓋をまず開けまして、でまずはですねこちらのね、液体スープね、この液体スープをね、入れたいと思います。もちろんね、これ蓋の上でね、温めました。でね、お湯を少しね、スープをね、お湯じゃスープをね、少しね、溶きまして、お湯少しじゃなくて、これはね、完全に溶きましてね。で、こちらね、焼き海苔をね、入れたいと思います。焼き海苔がね、こちらね、3枚乗っております。だいたい四角形の感じですかね。こんな感じでしょうかね。では早速ねいただきたいと思います。まずねスープからいただきたいと思います。あ、この味ですね、豚骨醤油の味はね、私ね豚骨醤油ラーメンを、ね、久しぶりに食べるのでね、ちょっと感じでね食べてますけどね、とても濃厚なちょっと少しねしょっぱめなね、醤油ラーメンスープだなと思ってます。じゃあ麺の方もね食べていきたいと思います。麺の方はね、平打ちのね、なんか、感じのね、ラーメンでございまして、もちもちとした食感がね、スープとね、よく合います。で、よかったらですね、こちらもね、横浜系豚骨醤油ラーメンのね、カップラーメンを食べてみてはいかがでしょうか。久しぶりのね、初めてですね、味噌ラーメン以外のね、カップラーメンを紹介しましたが、今度はね、塩ラーメンをね、やっていきたいかなとね、思っておりますのでね、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を続かしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。